こんにちは、倉田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、iPad で今度やってみたいと思いますが、この右上から2番目のこの耳コピーアプリってやつね、この耳のマークのついたやつですね、これをちょっと開いていきたいと思います。でまず開くとですね、まあ、なんかこう何もまずファイル開いてないと、ここの下のファイルっていうところから、まあ、自分のところのファイルの中から、フォルダの中からいろいろ開けれるんですが、まあ、それ以外にも、まあ、ドロップボックス、この左上のブラウザーっていうのを押してもらうと、iCloud ドライブとか iPad 内からとかドロップボックスからとかいろいろ開けれます。他にも、iPod 自体、僕この iPod というかこの iPad の中に曲を入れてないんですけど、ここに入れてる人はそこから開くこともできます。Wi-Fi だとこのまま Wi-Fi で同じ Wi-Fi 内で他の、iPhone とかから飛ばすこともできるんですが、まあ、こんな感じで開けていきます。で、僕はこのちょっと今日は Mac the Knife のドラム抜きのこれカラオケをこう用意したので、こういう風になってます。で、最初はもうこの全部このループのこういうやつね。これでこのループする場所をこう選ぶんですけど、こういう風に選んでやっていきます。で、まずは最初にこのインベーダーゲームのこの発射台みたいなやつあるでしょ。もうこれちょっと時代性が、インベーダーゲーム知らない人いるかもしれないですが、この今スクロールしてるやつ、これが再生ヘッドになります。なので、これで見てもらうと、まあなんとなくここが、4バースになるのかな、みたいな。こういう風にドラムスね、ここの部分がフォーバースで、ここ多分ベースソロだな。この波形見てわかるでしょ。で、この辺がギターソロ。で、ここはピアノソロみたいな。なんかなんとなくこうわかるじゃないですか。で、こうやってただ再生するだけでも、ね、再生セットでこの辺から聴こうっていう風に思うのも全然大丈夫ですね。で、この、再生するこのループをやるのは、これを左にこの青いやつ、これをこうやってギューッとこうスライドさせてくると、この区間を決めれます。そうするとこの再生ヘッドがここの中に入ったら、ここをずっと繰り返してくれるんですね。で、こうピンチするとこうもっと細かくこのタイミングだなとかっていう風にして選ぶこともできます。で、ループ再生のこのボタンがあるので、こう聞きながらこういうふうに聞きながら、あ、ここスタートにしたいな、ここにスタートにしたいなと思うと、タイミングでこう合わせることができる。でもループ再生を、ワン、ツー、スリー、フォー、このタイミングでやると、この区間を、指定することができます。聞きながらスタートとエンドを選ぶことができます。これ結構便利ですね。で、ここの再生してる間に、これは iPhone の場合は、ここのね、なんか時計マークみたいなやつやると、このスライダーが出てきます。このメトロノームのマークをしてるやつ、これをスライダーをこう下げてもらうと、テンポゆっくり、速くすることもできます。で、ダブルタップすると 100% に元の速さに戻って、で、このプラスを押していくと徐々に速くなって、段階をってね、速くなって、スライダーを使うと滑らかにやります。で、ピッチもそうです。だから、半音上げたかったら、この今の三角上ボタンを押すと、下を押すと下がっていきます。で、スライダーでやると中途半端な、このピッチの上げ方もできたりとかして、で、ダブルタップすると元に戻ります。こんな感じですね。で、ここはなんか有料みたいで、多分この、イコライザーをかけたりできるんだと思います。で、このスライダーマーク、ここのところはですね、多分これは、右チャンネルと左チャンネルの音のバランスを変えれるんだと思うんですね。で、この、多分左右反転することもできたりとか、両方のチャンネルを片っぽのチャンネル出すとか、例えばイヤホンアンチャーしかないかだったりとかすると、こういうのもできるんだなとかっていう感じですね。あとはもう本当に感覚でいじってもらうと全然できると思うんですけど、で、あとここ僕再生をですね、これマイナス10秒、マイナス5秒、マイナス15秒っていうのが設定できてるんですけど、これ設定の場所が右上のこの歯車ですね。こうしてもらうと、タイムストレッチエンジン、まあ、再生するときのね、スピードの加減、要は、50% から 25%、これも選べます。これ最初この状態になってますね。で、これも、ストレッチエンジンはもうこれ、結構スピードを上げるのね、これ、絶対オンにしておいてください。で、オートロック回避、これ、結構便利です。
僕なんかもこう語学の勉強してるときに車乗ってる間にずっと同じとこ再生させてるんで、突然そのオートロックでプツって止まるんですよ。だからこれをつけておくと、オートロックが設定されててもこのアプリが起動中はずっとこうね、そのままずっと再生し続けてくれるという感じで、バックグラウンド再生は、これないと普通にこの再生してて、でこうアプリを閉じると止まっちゃうんですよ。だけどこうバックグラウンド再生を設定をしておくと、再生してて、こう他のもの立ち上げてる間もこう、まあ、BGM として聴けるみたいな感じですね。なので他のことをやりながらもできます。これ便利ですね。で上書きインポート、ミュージックライブ上書きインポート、まあ、同じものを、上げたときはまたこの全部消去しちゃうんではなくて、っていう形ですね。消去しちゃう形になるのではなくて、まあ、キープしておく。iPad プレイヤーを使用する。まあ、これですね。僕入れてないんで、まあ、使わないですけど。で、インポートしたらすぐ再生するっていうのが、まあ、いきなり再生が始まるということですね。まあ、場所設定してからっていうことはオフにしておいてもらってもいいかな。でフォルダー再生っていうのができるみたいですね。なので、フォルダーの中のものを全部ループ。フォルダーが作れるんですね。で、フォルダーっていうのが、ファイルのところで、でここで、このファイルのところの、ファイルの曲を選んでいくんですけど、これ、この中で、右上の編集っていうのを押すと、フォルダーを作成することができるんですね。でフォルダーの中に、こう、まあ、例えば、まあ、語学とか、例えば音楽とか、カラオケとか、いろいろ入れたりとかすることができて、でここら辺で、フォルダーの中に入れてるもの自体をずっと再生するっていうのが、まあ、設定できるみたいなんですね。まあ、かなり便利ですよね。で、スタートタブ、まあ、タップして演奏位置を移動っていうが、いうのが、まあ、スタート。で、エンドもそれができるというふうに設定、最初の状態はこの状態になってますね。で、カーソルに追随してスクロールっていうのは多分、こういう、こう、アップしてて、こう再生すると、これがこう、端から消えちゃっても、ずっとこう、同じように、この真ん中、ここがこの画面から切れないように、まあ、追っかけてくれるという、そういう、ボタンですね。で、クイック巻き戻しですね。僕、語学とかやってると 5秒からちょっと長くて、まあ、1秒とか、2秒とか、でまあ、5秒ぐらいって設定しておくとちょっと戻るっていうのが便利ですね。なのでこう再生してて5秒戻る、1秒、今の1秒聞きたいなみたいなのは、まあ、こういうゆっくり再生しながらも、こう例えばこういうのゆっくり再生しながらも、でこれこう音楽とかだとこれぐらいの設定しておく方が便利かなっていうふうに思ったりしますね。なのでこれかなり、使い勝手はいいと思ってます。なのでこれ、まあもともとプロ版じゃなくても、そんなに値段高くないので、これ一つ買っておくともうかなりのものが、時短でできるんではないかなというふうに考えています。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ便利ですよね。こんな感じで、耳コピーアプリ、ちょっと有料ですけど、ぜひぜひ、使っていただけたらと思います。面白かったなと思う方は高評価をお願いします。よければね、チャンネル登録の方もお願いしますね。はい、本日は今日以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。